長良川右岸有料道路料金所長良川右岸道路は岐阜市長良骨から岐阜市、鹿野までを結ぶ岐阜県道94号岐阜美野線のバイパス道路であるかつては岐阜県道路公社が管理していた長良川右岸有料道路という有料道路だった本校では長良川右岸道路以外のバイパス区間についても記述する長良川沿いに走る岐阜県道94号 岐阜海路線の渋滞緩和を目的とした岐阜海路線バイパスの一部を有料道路事業として整備した。2001年4月1日共用開始。区間中には大倉山トンネルがあり、トンネルを抜けた高架部分に料金所が設けられていた。その後、岐阜県道93号川島三輪線へ分岐接続する。2007年3月3日には北側に隣接する。 バンバヤマが公共事業で開通した。また、2015年3月3日には南側に隣接する小島山航空も公共事業で開通した。2010年3月に策定された岐阜県の行財政改革アクションプランで岐阜県道路公社が管理する有料道路を無料開放して同校舎を解散する方針が示され、 長良川右岸有料道路も島大橋有料道路、長良川リバーサイド有料道路と同時に2012年4月1日午前0時に無料開放された。無料化前の2012年3月28日と無料化後の2012年4月6日の交通量調査結果によると、1日あたりの交通量は無料化前の約1600台から無料化後の約6800台へと、 約3倍に増加した。バンバヤマトンネル、岐阜市溝の口から岐阜市向きかのに至る事業延長1473メートルのバイパス道路である。この区間は、岐阜美野線の原道と長良川右岸道路の接続道路として、福音行商区間、線形不良区間の解消を目的として建設された。主な構造物として、バンバヤマトンネルがあり、 車道福林6.5メートルの2車線道路を地方道路交付金事業で整備した。2007年3月3日開通。岐阜市中川原から岐阜市ながら骨に至る事業延長1703メートルのバイパス道路である。この区間は長良川岸道路と岐阜美野線の原道を結ぶもので、主な構造物として小島山トンネルランプ部があり。 車道福員6.5メートルの2車線道路を道路改築事業で整備した。2015年3月3日午後2時開通。原道との取り付け道路は2015年12月25日に開通した。ありがとうございます。